あの、スリランカの悪魔払いっていう本読んだことある人いるかなえっ、ー、とね、上田、えーえー、のりゆきっていう人が多分1980年代ぐらいに書いたあの、ちょっと分厚い本なんだけども、スリランカに文化人類学者として5年ぐらい住んでたのかなそこで現地で悪魔払いの儀式っていうのを見るんだ。スリランカにはまだ悪魔がいるんだよ。で、悪魔払いをすると。で、悪魔っていうのは何かっていうと、あのね、実は引きこもりのことなんだよ。 スリランカでは。スリランカで他の人と話さなくなって、もう本当に貧しい村なんだよ。僕らが考える典型的な、なんだろうな、遅れた文化的な後進国の、本当にあの部族の貧しい家が建ってるだけなんだけど、そんな状態でもね、引きこもりって発生するんだよ。だその家の長男とか、 もしくは子供が死んだ奥さんとかがいきなり家族と話さなくなって部屋にこもって落ちてるものを拾って食べたり最低限の食事しか取らなくなって1週間1ヶ月2ヶ月半年っていうふうに外に一歩も出なくなってコミュニケーションを拒否する。そういうのって僕らはついついそう引きこもりって豊かな社会だからっていうふうに思っちゃうじゃん。ついついなんだろうな先進国だからそんなこと起こるんだって言うんだけどもスリランカの悪魔払いがはちゃんとあの なんだろうな。証明した事例では、後進国であっても、精神的に遅れても、物質的に豊かでなくても、人間っていうのは追い詰められるし、そこに悪魔が発生すると。その悪魔っていうのは魔法を使うんではなくて、周囲との関係を拒否するものが悪魔なんだよ。で、スリランカの悪魔払いの儀式ってさ、三日三晩踊るんだ。もう本当にすごかった。俺読んだ時に思ったんだけども、日本のね、カウンセラーとかが、引きこもりの人とか、なんかそういううな人たちに話して何とかしようとしてるじゃん。 あの、話して何とかするって方法は基本的に正しいんだけども、分量が圧倒的に足りないんだよ。スリアンカの悪魔払いの儀式っていうのは、その、アマテラスって書いてあるんだけど、本当にあれなんだ。本当にそれで、その人の家の周りで3日間踊るんだよ。3日踊らないとダメなんだよ、人間っていうのは。3日踊って無理やり部屋から引き出して、で、その椅子に語りかけるんだけど、語りかけるのも、その村の村民。 だよね。村の人間が全員語りかけて歌って踊ってだよ。全員が歌って踊って言うのっていうのを不眠不休で3日未晩やらないと引きこもりは治らないんだよ。<laughs> すげえだろ。これがそのスリランカの悪魔払いの儀式であって、ここまで行ったらそれは悪魔払いじゃなくてカウンセリングに見えるんだけども、でもスリランカの人たちに言わせれば周りの人間を拒否するようになって喋らなくなったらそれはその人が精神障害とか 引きこもりとかそういう、その人が悪いんじゃなくて悪魔がついてるんだっていうふうに考えるんだ。ここにね、なんかすごい許しがあるんだよ。つまり、そんなことになっちゃったのは、僕らはついついなんか失敗したら自分の努力が足りなかったからとか考えちゃうじゃん。で、宗教というのを否定するんだけども、宗教の強さっていうのは、自分がダメな時に自分のせいじゃなくて悪魔っていう外部的な要素の、 に一旦すると。いわゆる、まあ、壁打ちみたいなもんなんだけどね、テニスの。壁打ちみたいなもんで、一回、外側に自分の外側に原因をすることによって、後で、自分の心が弱いから悪魔が入ってきたんだっていうフォローもできるんだ。で、それを一回しないと、ほとんどの人間は、自分の弱いところとかダメなところとか、引き込みになっちゃった部分っていうのを、自己解決することなんか不可能だ。で、近代の日本とか、合理社会、西洋社会を含めての合理社会っていうのは、その宗教が持っている法則性っていうか、 真実みたいなものを忘れて解決しようとするからカウンセリングみたいなことになっちゃうと。でも本当に必要なのはもう地域の住民全員がかりで3日、3晩踊るっていうぐらい大変なことだから。だから逆に言うと、引きこもりのサインというか悪魔がついてるサイン見つけたらみんなが積極的にあのなんかね、えっ、ー、と、狩りに誘ったりしてアウトドア連れてくんだってで。とりあえず悪魔がついたらみんな偉いことになるの分かってるからっていう。<laughs>